ボーカルメロディーを入力したら歌詞を入れて。あ、ミクが歌ってくれた。まだベタ打ちだし、曲もみんなで作ったやつで、私がちゃんと作曲したものじゃないけど、やっぱり嬉しいな。よし、次はパラメータをいじって。うん、ちょっと自然な歌い方になった気がする。頑張って調整すれば、あっちのミクみたいにかっこよく歌ってくれそう。あとは曲だな。私も一から作曲できるようになってみたいけど、なんかイメージしたものがちゃんと音にならないんだよね。そう考えるとやっぱりサキはすごいな。いつも私たちらしい曲を作ってくれるし、私が先に歌詞を作った時もぴったり合うメロディーを乗せてくれる。早く私もサキみたいにレオニードの曲を作れるようになりたいな。ミク、練習付き合ってくれる？それでサビ前はこれから盛り上がるぞっていう感じを出して、うんうん、これならサビとのつながりもいいし、イメージ通り。この曲でレオニードのまた新しい一歩を。うわぁ、もうこんな時間、世界で練習する約束してたのに。ああ、早く行かなくちゃ。楽譜楽譜。ごめんみんな、次の曲のこと考えてたら遅くなっちゃった。あ、サキちゃんすごくいいタイミングだね。うん、まるで狙ってきたみたいだったよ。ん？何かあったの？ああ、ちょうど今シフッチから新しいライブハウスの話を希望としてたとこだったんだ。お前な、今俺が話そうとしてただろ。だって早く話したかったんだもん。誰が言っても同じでしょ。ふっ、二人とも落ち着いて。新しいライブハウス、それって…前に次は違うライブハウスでやるのもいいと思って話してた。あれ？もう場所決まったの？まったく、来たと思ったら騒がしいんだから。昨日ライブハウスのことを店長に相談したら良さそうなところを教えてくれたんだ。客層とか雰囲気はいつものライブハウスと結構違うけど、レベルの高いバンドが多く出るから経験が積みやすいかもって。ここなんだけど。あら、なんだかおしゃれなフライヤーね。ほんとだ、場所は渋谷だけど駅からはちょっと離れてるみたい。確かこの辺りって暗い路地が多いけど、小さなライブハウスがたくさんあるから夜は結構にぎわってるよね。うん、路上で音楽かけて踊ってる人もいたりして、終電を逃しちゃった人とか行き場のない人のたまり場にもなってるみたい。へえ、眠らない街って感じで面白そうだね。なんだかいつものライブハウスとは結構違いそう。レベルが高いって言ってたけど、出演者もベテランのバンドが多いの？もしかしてプロの人たちも出てきちゃったりとか？フライヤー見た感じ、
そんなに大きくないところみたいだし、それはさすがに。いや、リンの言う通りだよ。そうなのか。まあ正確に言うと、いくつかの事務所に声をかけられてるバンドがよく出てるらしいんだ。しかもそのバンドの中には私たちと同い年くらいの子たちもいるんだって。私たちと同い年なのに事務所に声をかけられてるなんてすごいね。うん、純粋にその子たちの演奏を聞いてみたいな。そうだね、聞くだけでもすごく勉強になりそう。確かにそんなすごい人たちも出るところならやってみたいなって思うけど、そういう人たちと同じステージに立つのはちょっと緊張しちゃうかも。そこまで緊張しなくてもいいでしょう。私たちは一番最初のライブでスタンドアウトの前座をやったんだから。それはそうだけど、あの時はいおりさんたちのことよりしほちゃんのことで頭がいっぱいだったからそうだね。ま、実際どうするかは私一人で決めることじゃないからね。ライブハウスが変わればお客さんの求めるものも違ってくるから結構な挑戦になるけど、私はやってみるのもいいと思う。みんなはどう？私、やりたいな。さきちゃん、そんなすごい子たちと一緒にやれるなんてすごく楽しそうだし、それに私たちと同じくらいなら友達になれるかもしれないでしょ。いいアドバイスとかもらえるかもしれないよ。さきの言う通りかも。演奏の勉強になるだろうし、私もやってみたいな。でも不安な気持ちもわかるから無理しなくても。ううん、大丈夫。そうだよね、プロを目指してるんだから。これからすごい人たちと出会ったり同じ場所で演奏しなきゃいけない時もあるよね。怖いって考えないで、勉強になるって思って挑戦しなきゃ。ほなみ決まりだね。やったー、新しい場所でライブだ。お、実はね、こういうこともあるかなって思って新曲のアイデアも出してたんだよ。そうだったの？しんぽが作ってたんだ。さすがさっき。だからそのライブハウスでお披露目しようよ。新曲は目玉になるし、もちろんいいけど、ここでのライブ2週間後くらいにしようと思ってるけど間に合うの？もう構想は考えてあるし、あとは私の気持ちを乗せるだけだから。気持ちを乗せる。そっか、サキはいつもそうやって曲を考えてるんだね。うん、最初の頃はいろいろ悩んじゃうことも多かったけど、今は私の経験とか今持ってることとかそういうのから考えてるんだ。そうなんだ。経験とか今思ってること、確かに前に歌詞を考えてる時に私もやってたし、次はそういう風に曲を作ってみようかな。よーし、気合い入れてキラキラな曲にしちゃうぞ。さき、楽しそうだね。次のライブ、成功するといいな。ここは
してっと。うん、いい感じ。今回は最初からイメージがスルッと出てきてたから、曲も固めやすいな。それにしても、新しいライブハウス、どんな感じなのかな。雰囲気がいつもと違うみたいだけど、お客さんの反応とかも変わったりするのかな。でも、どんな場所でも、今回のライブが私たちの曲をたくさんの人たちに届けるための最初の一歩になるんだよね。なんだかワクワクしてきちゃった。あ、そうだ、この気持ちも曲に乗せてみようっと。サビの音をもっと跳ねさせて。うん、いい感じ。これはもしかしたら今までで一番いい曲ができちゃうかも。雰囲気が違うね。そうだね。いつもなら開演前のお客さんからは高揚感っていうか、結構楽しみにしてる雰囲気を感じるけど、ここはみんな落ち着いてる感じ。ちょっと影があるっていうか。なんだか少し不安になってきちゃった。私たちの演奏で楽しんでもらえるかな。大丈夫だよ、ほなちゃん。今回の瀬戸りは元気で楽しい曲ばっかりだし、私たちの曲でお客さんをいっぱい盛り上げちゃおう。さきちゃん、ちょっと楽観的すぎる気がしなくもないけど、その意気込みはいいんじゃない。何より今回は初めてのライブハウスだし、空気がつかめなくてもしょうがないと思う。でも全力でやれることはやりきろう。あ、次私たちの出番だよ。よし、頑張ろうみんな。皆さん、はじめまして、レオニードです。今日は初めてこのライブハウスで歌うことになりました。私たちのことをまだ知らないお客さんにも曲を聴いて元気になってほしいと思います。聴いてください。すごい、ほなちゃんのドラムもしほちゃんのベースもいつもより勢いがある。私も頑張んなくちゃ。ワクワクした感じも音に乗せて。うん、いい感じ。これならきっとお客さんたちも乗って。あれ？どうして？演奏はいつもよりすごくいいのに。いっちゃんの歌もギターもすごくかっこいいのに。お客さんが全然ついてきてない。今までだったらちゃんと聞いてくれた人はいたのに。ううん、きっとまだ1曲目だからだよね。次こそは。
今日のために書き下ろした新曲です。今度こそきっと大丈夫だって、今日ここでライブできることとかお客さんに会えることを楽しみにして作った曲だもん。大丈夫大丈夫だよ、自信作だし演奏もたくさん練習したんだから。よーし、盛り上げていくぞー。会場のみんなも一緒に。あ、さき。なんで？これは今日のために、この曲だったら絶対盛り上がるって思ったのに。ありがとうございました。ダメだったよね。お客さんの反応よくなかったね。でも演奏は今までのライブの中でもかなり良かったと思う。ライブハウスが違えばお客さんのニーズも変わって当然だから、必要以上に落ち込まなくていいよ。前も言ったけど、全然知らないバンドのオリジナル曲なんて興味ないって人もいるだろうし。それはそうだけど、でも好みの曲じゃなくてもいい曲だったら聴いてくれるんじゃないかな。今回やった曲は本当に誰にも届いてないみたいだった。特に3曲目。新曲は全然お客さん乗ってくれなかったよね。どこがダメだったんだろう。自信作だったのにな。あ、何？すごい歓声。私たちの時はあんなに静かだったのに。どのバンドがやってるのかな。あの子たち、私たちと同じくらいだよね。もしかして今演奏してるバンドが。うん、事務所に声をかけられてる姉もね。あの人たちが。今日も来てくれてありがとう。次は一番好きって言ってくれる人も多いあの曲をやるね。曲、何？胸が締め付けられる感じがする。心臓をギュッてされたみたいな。歌詞もメロディーも悲しい感じなのに、すごい。うん、静かなのにすごく引き込まれる。すごく気持ちが楽になる気がする。不思議。
聞いてくれてありがとう。それじゃ、またね。お客さんの反応、すごい。あんなに静かだった会場を、ここまで沸かせられるなんて。サクさん、曲を作ってるのはあのボーカルのサクさんって人なんだ。どうやったらこんな曲が作れるんだろう。聴いてる人の心をギュッと掴んじゃうみたいな。私もそういう曲を作ってみたい。今みたいに誰かの心を揺さぶる曲を。サキ、うん、みんなもね。あ、あのサクさん、少しお話しさせてもらえないでしょうか。サキ、アネモネさんのステージ、すっごくすっごく良かったです。私とっても感動しちゃって。そう、聞いてくれてありがとう。はい、じゃなくて、演奏もすごく上手だなって思ったんですけど、曲が本当に心にグッときて、それで私、どうしたらあんな曲が作れるのか教えてほしいんです。実は私たちもプロを目指してるので、アドバイスとかあったら聞かせてもらえないでしょうか。へえ、あなたたちもメジャーデビューを目指してるんだ。はい、だから私も今のサクさんの曲みたいに、聴いてくれる人の心に響くような曲が作りたいんです。そう、でも悪いけど曲の作り方はうまく教えられないかな。私はただ自分の中にあるものを出してるだけだから。自分の中にあるものを。でもどんな場所でも今回のライブが私たちの曲をたくさんの人たちに届けるための最初の一歩になるんだよね。あ、そうだ、この気持ちも曲に乗せてみようっと。サビの音をもっと跳ねさせて。それって私も同じはずなんだけどな。なのにサクさんの曲とは全然違う。どうして同じ作り方をしてるのに私の曲はお客さんに届かないのかな。そもそもテーマが違うからとか。サクさんの曲は悲しい曲で、私のは明るい曲だし。でもそれだけであそこまでお客さんの反応が変わるかっていうと違うような気がする。聞きたいことはそれだけ？もう一つ、サクさんは私たちの曲を聴いてどう思いましたか？可愛いと思ったよ。本当ですか？でも私の胸に響くものはなかった。2曲目はちょっとだけ良かったけどね。でも3曲目に関しては本当に何も感じなかったな。メロディーラインは可愛いけどそれだけだなって。
ちょっとそんな言い方。もちろんバンドに方向性はあると思うから、それでメンバーが納得してるならいいんじゃないかな。実際今日聞いた感じの曲でも好きな人は好きだと思うしね。ただここに来てるお客さんはあなたたちみたいな音楽は求めてないと思うよ。だから求められている場所があるならそこでずっとやっていった方がいいんじゃないかなって。ああ、うん、それじゃあまたね。さき、胸に響かない。そんなことないよ、さきちゃんの曲私は好きだよ。聴いてるとすごく元気になれるし。私は今までのライブハウスのお客さんにもさきの曲はちゃんと届いてたと思うよ。じゃないとファンだって言ってくれる人もいなかったと思うから。演奏していて思ったんだけど、このライブハウスは私たちには合わないかもしれない。雰囲気もお客さんの感じもいつもの場所と違ったもんね。うん、私たちの音楽が求められてないなんて言われるのはムカつくけど、相性が悪いのなら今無理をしてここで演奏しなくてもいいんじゃないかと思う。それでいいのかな。え、あ、ごめんね、しほちゃん。しほちゃんが言ってることはそうだなって思うよ。でもサクさんの言葉を気にしないのはここにいるお客さんのことを無視することにもなっちゃいそうだなって思っちゃって。サキ、私はどんなライブハウスでもお客さんに響く曲を作りたい。だからやっぱりちゃんと考えなきゃって思うの。なんで私の曲はここにいるお客さんたちに響かなかったんだろうって。それは、でも今すぐに答えが出そうにないから一回家に帰って考えてみる。それで次こそここのお客さんの胸に響くような曲を作ってみせるよ。さきちゃん、それなら私たちも別のところを頑張らないとね。そうだね。今回レオニードの課題として出てきたのは曲のことだけじゃないから。アネモネの人たちの演奏本当にすごかったもんね。私ももっとうまく叩けるようにならなくっちゃ。私ももっと勉強するよ、歌も演奏も。まだまだやれることはたくさんあるはず。今日のことはまた改めて反省会しよう。それで全員でやれることを探して、次こそこのライブハウスのお客さんたちの胸に響かせられるようなライブをしよう。しほちゃん、うん、みんなで頑張ろうね。胸に響かないか。今日のライブのためにっていろんな気持ちを乗せて作った曲だったのに。今までのライブハウスではみんな乗ってくれてたから、私の曲はちゃんとお客さんに届いてるんだって思ってたけど、今日サクさんの曲を聴いた時、ここまで心を震わせられるような曲は
今の私の中にはないって思っちゃった。私の作ってきた曲には誰かを泣かせちゃうような力はないもんね。でもちゃんと考えれば私にも作れるのかな。あんな風に聴いてくれてる人の心をぎゅっと掴むようなすごい曲が。ダメだよね。落ち込んでても何も解決しないもん。レオニードのためにもちゃんと冷静に考えてみよう。そういえばサクさんは2曲目だけはちょっと良かったって言ってくれたっけ。あの曲は花のちゃんたちに送るために一生懸命考えた曲だったよね。あ、もしかして誰かのためにっていう気持ちが少しだけ響いたのかな。確かに今回ダメだった新曲も誰かのためじゃなくて、私がこのライブにかける思いとかワクワクした感情を入れてたから、そうなるとやっぱり曲を聴いてくれる人のことをもっと深く考えながら書かないとダメなのかな。よし、次の曲はもっと聴いてくれる人のことを意識して作ってみよう。今私の曲を聴いてほしい人たち、あのライブハウスのお客さんのことをもっともっと考えてみなくちゃ。でもあのライブハウスのお客さんに響くような曲ってどんな曲なんだろう。うん、あそこにいた人たちはいつものお客さんとは全然雰囲気が違ったよね。しほちゃんも言ってたけど、開演前もワクワクドキドキっていうよりしんとして落ち着いた空気だったし、うん、ピクシアとかで検索したらどんなお客さんが来てるのかわかるかな。検索ボックスにライブハウスの名前を入れてと、いっぱい出てきた。プロフィールから辿っていってもライブとか曲の話をしてる人が多いな。もしかしてあのライブハウスのお客さんには寂しいって感じてる人が多いのかな。そうだとすると私の曲への反応が良くなかったのもなんとなくわかるかも。寂しい時にワクワクとかキラキラしたものを聞かされても今そういう気分じゃないんだよってなるもんね。じゃあ寂しい時に聴きたい曲ってどんなのかな。私だったらなんて声をかけてほしいだろう。一人じゃないよとか、あともっと寄り添ってくれるみたいな、うん、寂しさに寄り添うか。そういえば二人に曲を作った時もそういう気持ちを込めたよね。離れ離れになって寂しくなってもきっといつかは笑い合えるはずだよって。だって私たちもそうだったから、二人を応援っていうか見守るようなそんな気持ちを込めて。サクさんにあの曲だけはちょっと良かったって言ってもらえたんだった。もしかしてそれはあの曲が特定の届けたい人を意識して作った曲だったからだけじゃなくて、
寂しさに寄り添う曲にもなってたから、そうかも。考えてみたら、サクさんの曲もそういう雰囲気があったよね。寒い日に一人ぼっちでいた時に、誰かと手をつないだ時みたいな、あったかい感じ。そっか。だから、サクさんの曲は、あのライブハウスのお客さんにすごく響いてたんだ。ってことは、今私が作るべきなのは、寂しさに寄り添う曲。うん、見えてきた気がする。やってみよう。花のちゃんたちへの曲には、大切な人と離れ離れになることへの寂しさを込めた。じゃあ今回は違う形で寂しさを表現してみよう。例えば、本当に一人ぼっちの時の寂しさ。一人ぼっちか。明日、またあの検査か。月に何回かあるけど、痛いから、嫌だな。あ、近くの学校の子たちだ。私と同じくらいの年かな。修学旅行か。いいな。私もいっちゃんたちと行きたいな。最後にいっちゃんたちと遊んだの、いつだっけ。もっともっといっぱい話したり、遊びに行けたらいいのに。すっごく楽しそうで。あの時は、そうだったな。みんなと一緒にいたいのに、会いに行くこともできなくて。よし。あの時の私に届けるつもりで、この寂しさを曲にしてみよう。よし、やるぞー。 A メロで孤独を描いて、サビの部分で励ますような気持ちを音に乗せて、 G メロはこう。あれ、イメージは見えた気がしたんだけど、なんだろう、このまま作ってもあんまり良くならない気がする。なんていうか、ちょっと薄い？なんでだろう。もうちょっとだけ頑張ってみよう。いろいろ考えてみたけど、やっぱりこれだって曲は作れなかったな。サキちゃん、大丈夫？あんまり元気がないみたいだけど、昨日ちゃんと寝られた？あ、うん、大丈夫だよ、ホダちゃん。ごめん、お待たせ。お、いっちゃん、学級委員会お疲れ様。それじゃあ、みんな集まったことだし、昨日のライブの反省会しようか。昨日も言ったけど、私たちの課題は曲と演奏のどっちにもあると思う。だから次のライブに向けては、そこを強化していくしかないと思うんだ。
昨日いろいろ考えてみたんだけど、あのライブハウスのお客さんたちの胸に響くのは寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。寂しさに寄り添う。言いたいことはなんとなくわかるけど、なんでそう思ったの？昨日のお客さんたちの顔を思い出したり、ピクシアで調べた感想とか見てたら、結構寂しいって感じてるお客さんが多いなって。で、そんな人に刺さる曲ってどんなのだろうって考えて、寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。なるほどね。お客さんの雰囲気から考えたんだ。確かに、さっきの言ってることは当たってるかも。アネモネがお客さんの心を掴んでたのもそういう曲をやってたからだと思うし。やっぱりしほちゃんもそう思う？だから私も次はそういう曲に挑戦してみようと思ったんだ。でもなんかあんまりうまくいかないんだよね。さっきはあんまり寂しい感じの曲作らないもんね。だって元気な曲作ってると私も元気が出てくるんだもん。でも花のちゃんたちのために作った曲にはそういう雰囲気があったし、きっとできるんじゃないかな。ありがとう、花ちゃん。私もね、花のちゃんたちのために作った曲のことを考えてたの。どうしてあの時はああいう曲が作れたのかなって。それで、それは多分私が二人のことを昔の自分みたいだなって思って、応援してあげたいなって思ったからだって気づいたの。昔の自分？私、みんなに会えなかった時ずっと寂しかったから、その時の気持ちを込めて大丈夫だよって届けてあげたいなって。さき、あれ、みんなどうしたの？ごめん、あの頃あんまり会いに行けなくて。寂しい思いさせちゃってたよね。あ、でも今はみんながいてくれるから大丈夫だよ。こうやって一緒にバンドもできて本当の本当に幸せだから。それはそうかもしれないけど。謝らないで、本当に何も気にしてないから。そっか、それならいいけど。もうみんなそんな顔しないでってば。今はみんなといつでもこんなに近くで話せてギューってできちゃうから大丈夫だよ。さきちゃん、あったかいね。苦しいってば。えへへ、いっちゃんもぎゅー。よかった、みんなが笑顔になってくれて。それに本当によかったな、こうやってみんなと一緒にいられるようになって。どうしたの？今はみんながいるから大丈夫だよ。もしかしたらこういう気持ちも曲に乗せられるんじゃないかなって思って。なるほど。うん、先らしさも出てすごくいいと思う。そうだね、昔のさきちゃんに寄り添ってるって思ったら、私たちも心を込めて演奏できる気がするな。うん、なんだか今ならいい曲が出る気がする。みんな
ゃん、話聞いてくれてありがとう。今日帰ったら早速作ってみるね。話聞いたっていうか、ほぼサキが一方的に話してただけだけどね。でも何かのヒントになったならよかった。サキちゃんの新曲楽しみにしてるね。うん、ありがとうみんな。今はみんながいるから大丈夫だよ。今は辛いかもしれないけど、未来に楽しいことが待ってるから大丈夫。そうだ、こういう気持ち昨日より全然手応えある気がする。よーし。あれ、どうしてだろう、やっぱりイメージと違う。あの頃の私の寂しいって気持ちも、今の私の大丈夫だよっていう気持ちもちゃんと込めてるつもりなのに。どうしよう、このままじゃ、はあ、やっぱり私にはあのライブハウスのお客さんたちに響く曲は作れないのかな。ダメだ、諦めたら絶対にできなくなっちゃう。作らなきゃ、作るんだ、みんなの胸に響かせられるような曲を。もう一回。全然ダメ。何個も作ってみたけど、どれも誰の胸にも響かないってわかる。だって私がいいって思えないんだもん。やっぱりまだ上辺をなぞってるだけって感じがするんだよね。なんでだろう、イメージは私の中にちゃんとあるのに。どうすればいいのかな。この牛乳は最高だな。うん、サキが持ってきてくれたコッペパンも美味しい。へえ、今度俺も食べてみようかな。また違うのを持ってきてくれるって言ってたし。そういえば姉から結構だったけど、サキたちのライブってどうだったんだろう。どうだろう、話聞いてないけど。まあ、話がないってことは先行したのかもな。サキの新曲ってのも気になるし、今度会ったら聞いてみるか。そうだね。よし、それじゃ休憩を間に、俺たちもみんなに負けないように練習しようぜ。ん？待って、まだ食べ終わってない。あ、二人とも。ん？お、さっき来てたのか。全然気づかなかったよ。あ、ごめん、ご飯中だった。大丈夫、もう食べ終わるところだから。そうだ、さっきたちがやるって言ってたライブの話を聞きたいって話してたんだよ。そっか。ん？サキ、なんか妙に疲れてないか？うん、そのいろいろあって。なるほど、ちゃんとイメージはできてるのに、いざ作ると曲がいまいちになるか。うん、頭の中ではいけるって感じがするのに、形にならないのがすごく不思議で。それはなんでなんだろう。
難しいな。ちょっと聞きたいんだけどさ、そのサキが考えてるイメージっていうのはどんなものなんだ？寂しいって感じてる人に大丈夫だよっていう気持ちを届けるための曲で、昔の私にも届いてほしいって思いを込めて作ってるんだ。だから昔のことを思い出しながら作ってるんだけど。昔のこと？ね、私が話したくないことなら別にいいよ。俺たちも無理に聞きたいってわけじゃないからさ。そういうわけじゃないんだけど、あんまり楽しい話でもないからなって思って、私が入院してた時のことなんだ。みんなに会えなくて寂しいなって思ってた時の。入院してた時。そこまで具体的なイメージがあるなら気持ちが乗ったいい曲になりそうな気がするけど。なあ、サキが作った曲を聴かせてくれないか。何かヒントがあるかもしれないし。そうだね。それじゃあ今から弾いてみるね。どうだった？俺はこの曲でもさっきの言ってたことは表現できてると思うよ。うん、俺もそう思う。ただなんていうのかな、気持ちが乗り切ってないような気はした。気持ちが乗り切ってない。さっき、さっきの入院してた時のことを元にって話してたけど、それにしては、こう、何か足りないっていうか、多分だけど、さっきが感じたことをもっと出していいんじゃないか。例えば、昔のさっきが感じたこととか、昔の私が感じたこと。うん、気持ちが乗り切ってないって感じたってことは、先の中にまだ出せてない答えがあるんじゃないかって俺は思うんだよな。例えばまだ思い出せてないことがあるとか。思い出せてないこと。何かあるかな。検査で痛いのが嫌だった時の気持ちでしょ。同い年くらいの女の子たちが話してる時に羨ましいって思ったこと。それから あれ、それからどうしたっけ。なんだろう、何かあった気がするけど。何か思い当たることがあったのか。思い当たるってほどじゃないんだけど、なんかちょっとモヤモヤして。やっぱり蓮くんの言うようにまだ思い出せてないことがあるのかも。じゃあそこを取っていくのがいいかもな。そうすればさっきが曲を届けたいって言ってる人たちにも響く曲が作れるようになるんじゃないか。そっか、そうだよね。うん、もうちょっと考えてみる。何かヒントが見つかるといいね。はい、カイトさんもありがとうございます。それじゃあまたね、二人とも。あ、頑張れよ。うん、思い出せてないことか。うん、なんだろう、
何か思い出せそうなものが残ってればいいんだけど。学校の連絡帳は本当に必要なことしか書いてなかった気がするし、メッセージのデータとかももう消えちゃってそうだし、なんか残るものとか書いてたっけ、メモみたいな。そうだ、思い出した。そういえばあの時日記つけてたよね。もともとは毎日の症状の経過を見るためにお医者さんからつけなさいって言われて書いてたやつだけど、確かこの辺に。あった。すっかり忘れてたけど、懐かしいな。結構恥ずかしいことも書いてたような気がする。ねえ、あの思い出の時期は確か13の5月くらいだったっけ。遠くの病院に入ることになって、周りから本当に誰も知ってる人がいなくなって、すごく寂しかったんだよね。一人でいると病室が静かすぎて落ち着かなかったから、テレビをつけたんだ。そしたらハッピーエブリデイが出てて、いつも通りすっごく楽しくて大笑いして。でも番組が終わっちゃってテレビを消したら、私が一人だったことを思い出して、テレビを見る前よりずっと寂しい気持ちになった時、看護師さんが来たんだよね。それでその後にあの女の子たちの声が聞こえた。すっごく楽しそうで。いっちゃんももうすぐ修学旅行だって電話で言ってたの。私も行きたかったな。置いてかないで、みんな私のこと置いてっちゃう。私の体が弱いせいで、みんなとの大切な思い出の場所にいつも私だけいない。私どうしてこうなんだろう。小さい頃からずっと、小学校も中学校も何度も何度も入院して、たまに遊びに行けても、無理はできないから、旅行とかにも、絶対に行けなくて、勉強も、頑張ってるけど、私はいつも病室で、みんなに全然追いつけない。それでも頑張って勉強して、やっとみんなと苗字に入れたのに、やっと、みんなと一緒にいろんなことができるって思ったのに、なんで私はみんなと違うの。私だって修学旅行行きたかった。部活にも入って、みんなで疲れたねって言いながら、帰りに寄り道したりしたかった。そのために注射も、痛い検査も、たくさん我慢してるのに、なのに、全然良くならなくて、お兄ちゃんにも、お母さんたちにも、いつも迷惑かけて、もう、こんなの、嫌だよ。どうして
私、こんななの？どうして？なんで？全然わかんない。私、ずっとこうなのかな？ずっと病院の中で、一人で高校にも行けなくて。やだ。そんなの、やだよ。一人ぼっちにしないでよ。やっとわかった。どうして曲をうまく作れなかったのか。私、一番寂しくて一番辛かったことは思い出さないようにしてたんだ。だって思い出すとすごく苦しくて、それに口に出したらみんなのこと悲しませちゃうから、そんな気持ちを曲にしても聴いてくれた人を悲しくさせちゃうしって知らないうちに思っちゃってたんだろうな。でもサクさんの曲はもっと深いところを描いてた。私が辛くて悲しくて向き合うのが怖いって思ったことをちゃんと曲に乗せてた、そんな気がする。わかる気がする。書かなくちゃ、この気持ちを音にしなくちゃ。そう、Aメロはこんな音、連休でみんなが楽しんでる季節、でも私はそうじゃなかった。そうじゃなくて。お願い、置いて、行かないでよ。何？メッセージ？いっちゃんから？さっき、調子はどう？面白い形の雲があったから送るね。これ、ちょっと美味しそうじゃない？雲？あ、写真が来た。本当だ。なんだか、ソフトクリームみたい。まあ、これだとコーンの部分まで白いから、持ったらベタベタになっちゃうんだけど。みっちゃんってば、相変わらず変なとこで真面目だな。そっちはどう？晴れてる？こっちは晴れてるよ。雲はちょっとあるけど。あれ？みっちゃん、こっちにも、ちっちゃいソフトクリームがあったよ。ほんと？すごい偶然だね。えへへ。これは、一緒にいただきますできちゃいますよ。いただきまーす。冷たいから、先はゆっくり食べるように。みっちゃんも、今一緒に、空を見てるのかな？なんだか同じ場所にいるみたい。そうだ、あの時いっちゃんが私を助けてくれたんだ。ううん、いっちゃんだけじゃない、お兄ちゃんもお母さんもお父さんも。私が辛くて苦しかった時はほなちゃんやしほちゃんだって、ずっとずっと、いつも寄り添ってくれてた。私がいるよ、置いてかないよって。それが、と
ってもあったかくて、本当に嬉しくて、だから私は大丈夫だって思えたんだ。私が体験した苦しさも嬉しさもみんなに届くように全部音に乗せよう。ここはこんな簡単な気持ちじゃない。もっと深いところまで考えなくちゃ。もっと思い出さなきゃ。あの時の寂しさの奥にあるもっと暗い気持ち、きっと音にできる。はあ、ちょっとずつ形になってきた。って、もう5時?学校あるし、ちょっとだけでも寝なきゃ。でも、そうすると、次作曲できるのは、学校が終わって、みんなと練習した後になっちゃう。やろう!今休んじゃったら、この熱が冷めちゃう気がする。学校に行くギリギリまで、思いついたことを書き留めてみよう。それで、私の気持ちの全部を、思いっきり込めよう!みんな、お疲れー。あ、咲ちゃんお疲れ様。って、どうしたの?そのクマ。なんか、夜に曲が思いついたみたいで、ほぼ徹夜で学校来たんだって。咲ちゃん、大丈夫なの?一生懸命曲を作ろうとしてくれてるのは私たちとしてもすごくありがたいけど、徹夜はやめた方がいいんじゃない?大丈夫大丈夫、明日はお休みだし、お昼までゆっくりできるから。それに私、次のライブでは絶対この新曲をやりたいって思ってるんだ。次のライブで?でもまだいつやるかも決めてないよね。今日提案しようと思ってたけど、私は1ヶ月後くらいがいいんじゃないかって思ってる。お、いいね。1ヶ月後なら新曲いっぱい練習できるよ。その曲、今どれくらいできてるの？実際に曲になってるのは半分とちょっとって感じだけど、頭の中で全体のイメージはできてるよ。それを曲に流し込んでいくだけだから、多分今日中に終わると思う。今日中?でもさっき全然寝てないんでしょ?そんなに焦らなくてもいいんじゃないかな。でも実際練習のことを考えると、それくらいのスケジュールで動かないと厳しいとは思う。いつもの曲ならまだいけてたかもしれないけど、今回サキが作る曲はいつものレオニードのイメージとはちょっと違ってきそうだし、ステージでやるレベルに持っていくにはそれなりに引き込みが必要だと思うから。しほちゃん、それはわかるけど。あ、私なら大丈夫だよ。ライブが1ヶ月後でも2ヶ月後でも、新曲を今日作るのは変わらないと思うし。どういうこと?私は今のこの瞬間の気持ちを曲に乗せたいなって思ってるの。時間をかけちゃうとイメージが薄れてきちゃいそうでちょっと怖いから、だから明日まで頑張るよ。それで曲ができたらいっぱい練習して、今度こそあのライブハウスのお客さんの心に響かせちゃおう。みんなもその方がいいって思うでしょ。咲ちゃんが頑張るなら私応援するよ。ほなみ、
まり無理してほしくはないけど、こうなったら咲ちゃんは止められないもんね。それにきっとその方がレオニードにとっていいと思うから。ほなちゃん、志保どうかな。そうだね、やろう。その代わり、サキは少しでも体調が悪くなったら絶対に休んで。あと何か詰まったらすぐに私たちを頼ること。それが約束できるなら何も言わない。うん、うん、約束するよ。ありがとうみんな。私頑張るね。頑張らなくちゃ。私も信じて任せてくれたみんなのためにも、お客さんに響く曲を作って、次のライブは絶対に成功させるんだ。よーし、やるぞー。よし、 A メロのラフはここまでにして、一旦この先を詰めてから戻ってこよう。ずっと同じ体勢だったから肩がバキバキだ。ってもう2時間も経ってる。集中してるとあっという間だな。ん？誰？お母さん、どうしたの？その手に持ってるのって。わざわざ届けに来てくれたの？ほなちゃん、もう帰っちゃったんだよね。声かけてくれればよかったのに。そっか。ありがとう、お母さん。ほなちゃん、優しいな。どんなの作ってきてくれたのかな。あ、すごい、果物がいっぱいのサンドイッチだ。あ、ほなちゃんのメッセージもついてる。頭を使うと甘いものが欲しくなると思うから、よかったら食べてね。優しいな。写真撮ってみんなに自慢しちゃおうっと。あとでありがとうってメッセも送らなきゃね。よし、ほなちゃんに元気もらったし、この後もがっつり頑張るぞ。時間、形は8割くらいはできてるけど、まだ私の中にあるイメージが再現できてない気がする。もっと音を考えなきゃ。あの時の気持ちにぴったりくる音を。ここはこういうフレーズ。もっと暗く半音下げて。ちょっと近づいたけど、まだ違うな。もっといいコードがありそう。ここだけ蝶々にしたらどうかな。これはこれで浮いちゃうんだよね。あれ、もうこんな時間。30分だけ寝る予定だったのに3時間も寝ちゃった。大丈夫、落ち着かなくちゃ。焦ったっていいことないよね。まだ時間はあるから
丁寧に音を探って大丈夫、進めよう。やっぱり違う。昨日も引っかかったところだけど、こうじゃないよね。ここはもっと寂しさ、ううん、それのもっと先にある絶望感かな。みんないなくなっちゃえばいいのにって、そんな気持ち。あと一歩なんだけどな。もうちょっとですごく良くなる気がするのに。あ、なんか今ちょっとクラッとしたかも。もう今日は休んだ方がいいのかな。無理するなって志保ちゃんたちも言ってたし。でも今仕上げないと、今じゃないと音にできない気がする。あれ、こんな時間にメッセ。あ、志保ちゃんといっちゃんだ同じタイミングで送ってくるなんてすごい偶然、運命感じちゃうな。志保ちゃんのメッセージは。さき、まだ作業してる？そろそろ悩んでる頃かと思って連絡してみた。必要だったらいつでも相談してね。しほちゃんは何でもお見通しだな。今ちょうど思いついたことがあるからやってみるとこ。これでも無理そうだったら相談させてもらうね。ありがとう。こんな時間まで起きてるなんて、きっと心配させちゃってるよね。きっといっちゃんも。あれ、写真なんだろう。曲作りの進捗どう？気分転換に窓を開けてみるといいかもよ。綺麗な星が見えるから。さっきのところはどうかな？写真と同じ星見える？あ、いっちゃん、こっちにもちっちゃいソフトクリームがあったよ。本当？すごい偶然だね。いっちゃんも今一緒に空を見てるのかな。なんだか同じ場所にいるみたい。あの頃と同じだ。体調が悪くなってもみんなからのメッセージをもらったら、その辛さがスーってなくなってって。昔からこんな風に言うことを聞いてくれない体のことがすっごく嫌いだった。だけど、みんなが一人じゃないよって励ましてくれた。きっと楽しいことが待ってるよって教えてくれた。だから私は全部嫌になっても憧れ続けたんだ。キラキラした毎日に。これが私の気持ち。当たり前になれなくてずっと寂しかった人の気持ち、それを精一杯届けよう。一人じゃないよ、きっと楽しいことが待ってるよって。そうやって寂しさに寄り添うんだ。大丈夫、もっともっとこの曲はよくできる。私はまだできる。さっき、すごく集中してるな。でも、このメロディー、なんかいいね。ああ、答えが見つかったみたいだな。完成が楽しみだ。
私の曲。よかった。みんなにも早く聴かせたいな。あれ、もう朝？あ、そうだ、今日はみんなとうちでライブの打ち合わせやるって約束。あ、みんな、よかった、みんなが来るまでに間に合って。この曲、早くこの曲を聴いてもらわなきゃ。待ってて、今行くよ。うん、お邪魔しま…って、パジャマ？お、そうだった！恥ずかしい、今まで曲作ってたから。メッセージ送った後もずっとやってたんだ。ってことは、やっぱり徹夜したんだよね。大丈夫？大丈夫だよ、この通り。そういえば、ぎっちゃんとしほちゃん、一緒のタイミングでメッセ送ってくれたんだよ。びっくりしちゃった。それにほなちゃんも、可愛くて美味しいサンドイッチを差し入れてくれて、本当に嬉しかったよ。ありがとう。喜んでくれたならよかった。口に合ったかな？あったあった。合いすぎて、ずっとほなちゃんに夜食作ってほしいって思ったくらいだよ。それならよかった。でもみんなには心配かけちゃったよね。本当にごめんね。さっきけどね、みんなが私を信じてくれたおかげで新曲無事出来上がりました。本当？予告通りだね。やるじゃん、サキ。褒めるのは曲を聴いた後にしてほしいな。きっとみんなびっくりしちゃうと思うから。すごいハードル上げてるけど、大丈夫？大丈夫だよ。それくらい自信あるんだから。じゃあ、部屋に行こう。みんな、ついてきて。大丈夫？ごめん、急に動いたからフラフラしちゃったみたい。本当に気をつけなよ。せっかく新曲できたのに倒れたら意味ないでしょ。今日はこの後ゆっくり休んでね。咲ちゃん、すごく頑張ったと思うから。うん、ありがとう、みんな。でも、みんなの感想を聞くまでは寝れないよ。早く聞いてもらわなくちゃ。じゃあ、聞くね。うん。一体、どんな曲になったんだろう。さきの、寂しさに寄り添う曲。入りから、今までと全然違う。すごい。本当に、さきちゃんが作った曲なの？なんだろう、苦しそうで悲しそうな音なのにすごくあったかい。さき、こんな曲も作れるんだ。すごいな。なんだかさきちゃんに励まされてるみたい。うん、聞こえてくるみたいだね。一人じゃない、私たちがいるよって。
これで終わりなんだけど。どうだった？すごいと思った。本当？寂しい気持ちに寄り添う曲。それをこういう風に表現するとは思わなかった。アネモネの曲で感じたものとは違う。これは、サキにしか作れない、すごくレオニードらしい曲だと思うよ。シホちゃん。本当に頑張ったんだね、サキ。ありがとう。うんうん。私の方こそ、ありがとう。私のことを信じてくれて、本当に嬉しかった。今回、曲を作ってみて分かったんだ。どうしてサクさんに胸に響かない曲だって言われちゃったのか。私、まだ自分の気持ちとか感じてたことを深く考えられてなかったんだよね。深く？うん。曲を作るときって本当はもっと気持ちを深く考えなきゃいけないんだと思う。ほら、サクさん、2曲目はちょっと良かったって言ってくれてたでしょ。あ、花野ちゃんたちのために作った曲だよね。うん。あの曲を作った時は、2人のことや、みんなと離れ離れになったこと、それと、今一緒にいられることの幸せとか、そういう私が届けたい気持ちをいっぱい音に乗せてたんだ。だから他の曲よりもしっかり表現できてたんだと思う。なるほど。でもそれ以外はまだちょっと足りてなかったんだよね。最初は寂しいって気持ちを昔のこともちょっと思い出しただけで、分かった気になっちゃってたけど。でも、それじゃまだ全然浅くて、薄かったんだ。なんとなくだけど、言ってることはわかるよ。この曲からは、さきの、いろんな思いを感じるから。そう感じてもらえたなら、嬉しいな。悲しかったことも、辛かったことも、嫌だったことも、ちゃんと全部向き合ってよかった。サキ。でも、私は今までサキが作ってくれた曲も好きだよ。私たちのことを考えて、一生懸命作ってくれた曲だから。しほちゃん。だから、これからは、今までの先の曲も、これからの先の曲も大事にしながら活動を続けていこう。うん。ありがとう、しほちゃん。私、今回のことで分かったんだ。曲作りに大事なのは、気持ちにちゃんと向き合うことだって。だから、これからは、もっともっと自分に向き合おうと思う。そしたらきっと、絶対にお客さんに響く曲ができるはずだから。すごいな、サキは。辛くてもたくさん考えて向き合って、かっこいいよ。私も見習わないとな。本当にかっこいいよ、サキちゃん。えへへ、そうかな。いざ褒められるとなんか照れちゃうな。サキのこの曲、次のライブの鳥にやろう。え、本当？うん。この曲なら絶対にあのライブハウスのお客さんにも響くと思うから。楽しみー。
じゃあ早速この曲を練習しなくちゃね。あ、待って、その前にみんなで曲を詰めていかないと。それは私たちでアイデア出しておくから、サキちゃんは今日はもう休んで。あ、でも。サキは十分頑張ってくれた。だからここからは私たちの番だよ。しほちゃん。うん、わかった。じゃあみんな、あとはよろしくお願いします。それから、おやすみなさい。次のライブ楽しみだね。サキのおかげでいい曲ができたし。うん、サキの頑張りを無駄にしたくない。絶対に成功させよう。やっぱりその話は遠慮させてください。あれ、この声。さっきの話ってつまり女子高生バンドって感じで売りたいってことですよね。私たちは別にそういうの興味ないんで。事務所の人にスカウトされてるのかな。みたいだね。それなら別に私たちのバンドじゃなくても。そうだ、あのバンドはどうかな。バンド名は、あ、ちょっと忘れちゃったんですけど、デビューしたいって言ってましたよ。え？演奏も聴けないわけじゃないし、曲は可愛いっていうか、王道ポップスで、いかにも女子高生バンドって感じだったし。そういう路線で売り出したいなら、私たちよりもいい線行くんじゃないかなって。あ、思い出した。レオニードって名前のバンド。あの子たちなら、そういう話も受けてくれるんじゃないですか？あ、シホ？ねえ。今のどういう意味？え？ああ、ちょうどよかった。この子たちがその…質問に答えて。なんでそんなに怒ってるの？今ちょうどあなたたちのことを紹介してたんだけど、あなたたちデビューしたいって言ってたよね。だから…確かに。プロになりたいと思ってるけど、何でもいいってわけじゃない。私たちは私たちの音楽で評価されてプロになりたい。それはあなたと同じなの。音楽で本当に？前みたいな可愛い感じの曲ならどこのガールズバンドもやってるし、それならそういうバンドとして売った方がいいんじゃない？あなたに勝手に決められる筋合いはない。それに、これ以上、ここで話をするつもりもない。うん。1ヶ月後、またここでライブする。私たちの音楽を軽く見てるのなら、音楽で証明してみせる。さっきの言葉、絶対に撤回してもらうから。へえ。行こう、一花。うん。
なんか、いいね。あそこまで言うんだから、本当にいい曲ができたんだろうな。楽しみだね。